いいねいいね。え、ちょっと待って、受付の人なんかめっちゃ壁に向かって、どうした、病んでるのか。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年3月1日水曜日の午後0時50分です。そういえば今日はローランさんが島にお越しのようです。ラグや不思議な壁紙などにご興味のある方は声をかけてみてはいかがですか。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あ、雪が溶けてる。雪が溶けたよ、溶けた。なるほど、もうそんな感じか。これも溶けるんじゃないか。まあ家の前にあるね、三段雪だるまも溶けてないけん。びっくりした、何やってんだこんなとこで。あゆな、久しぶりだな。どこ行ってたんだよ。お前と会わない間、おいら激しい筋肉痛と一人で戦ったんだぞ。の心、いや、私と会ったところで筋肉痛とは一人で戦ってください。別にこっちに何の影響もないですけど。あれ、アイラちゃん久しぶりじゃん。ライブツアーでも行ってたの。あたいというアイドルの卵がこの島にいるってのに。なんちゃって、あは、いろんな世界を見るのって大事だよね。でもあたいと遊ぶのも忘れないでよね。もちろんそれは。ヨガ中ですか。アイラさん久しぶりね。しばらくお家を留守にしてたでしょ。ちょっと心配してたのよね。元気そうな顔を見て安心したわ。素敵ね。まあ、あのカーニバル前後あたりくらいが最後にやったの。あれは、え、20日前後ぐらいやった。これって高いやつやっけ。そんな高くないっけ。カラスアゲハを捕まえた。真っ暗闇なら見えないかも。久々に、あ、見て見て。いや、前までの覚えてないかもしれんけど、ね、そんなに映ってなかったかもしれんけど、ここをテーブル変えたんよ。なんか若干椅子の距離違う気がするな。まあいいや。ここテーブル変えて、前のはね多分アイアンテーブルかなんかやったんかな。でもってここもね、あのちょっとこれを置いたら通れんくなったけんさ、若干あの川を埋め立てた。ものすごく若干川を埋め立てた。初めて埋め立てたんやけど。さあ、それじゃあちょっと私はお仕事に出発しますかね。いや、何気にね、何気にあのちょっとずつ、本当にちょっとずつ島変えていきよるけん。よよ、あやな、今日もよろしく。そうそう、たくみさんからの伝言だよ。お客様の別荘を訪問したりする前に事務所に顔を出してほしいってさ。確かに伝えたからね。え、なに。もちろんまだ制服にも着替えてないけん尋ねますけども。何が起きるんだ今回は。待ってたわ、あやなちゃん。お仕事の前にちょっといい。あなたに見てほしいものがあるの。うんうん。ほら、そこ、ん、何あれ、 ATM？ 見慣れないものがあると思わない。あれは ATM よ。なんかちょっとデザイン違うけど、ちょっとなんか何、南の島版みたいな感じに。前にアミーボリーダーを送ってくれた親戚がまた送ってきてくれたの。ポキの預け入れやポキの引き出し、それにポキとベルの両、おー、マジで両替もできるのよ。これでようやくなんかちゃんと稼げてる感が。両替は毎日換金率が変わること、変わることと、1日に換金できる金額には限りがあるから、そこは気をつけてね。お仕事で稼いだポキをベルに両替して持って帰る場合も、その辺を考えて賢く活用するといいわね。へえ、なんだよ、株みたいな感じですか。アイラちゃん、どうしたの？お仕事する？します。オッケー。それじゃあ制服に着替えてね。しゃあ、アイラちゃん実はね、お、え、マジで？また新しい施設を作る許可が下りたの。今回許可をもらえたのは病院よ。この島に病院があれば体調を崩してもすぐ見てもらえるから安心だし、人を集めてイベントを開催するなら万一のトラブルには備えておかなくちゃね。へえ、
病院がないと何かあった時に大変だってこと、この間身をもって体験したもの。お腹壊したんやっけ。お腹じゃなかったっけ。あ、あそこ何窓開いてんの。なんかカーテンヒラヒラなるようやけど。というわけで早速だけど、今から病院作りに力を貸してちょうだい、アイナちゃん。お、了解です。強制やった。ここ、はい、到着。ここが病院の予定地よ。じゃあまずは外観を決めましょうか、アイナちゃん、よろしくね。了解です。これ、あ、そっか、まだ屋根の色だけか。ピンクの屋根がいいって思ったけどね、ここがライトグリーンはちょっとすごく嫌。白よね。白とピンクの病院とかめっちゃ可愛いやん。あ、でも水色っていうのもありやな。水色やとしたら、合う屋根がないな。じゃあやっぱピンクと白でいきます。パッと見てね、ピンクいいって思った。十字の色さ、黄色とかにしてほしいんやけど、あそこは水色固定なん。ドアかわいい。ピンク、水色、ベージュ、ミントグリーン。ミントグリーンかわいいな。茶色もいいけど、ミントグリーンにしよう。で、旗。旗の十字とさ、同じ色にしてくれんかな。めっちゃ思うんやけど。このライトブルーとイエローめっちゃ可愛いな。あー、でもピンクとホワイトも可愛いしな。いや、でもこれにしよう。いや、カラフルすぎるかな。で、屋根。ライトブラウン。あ、これはこれでなんか落ち着いた感じでいいな。なんかちょっとこれおもちゃ感あるよね。いや、でもこれでいいや、かわいい。まあ、どうせ後から変えれるもんね。え、めっちゃかわいいんですけど。はい、これで OK です。やっぱりね、ピンクと白とか、ピンクと水色とかの相性めっちゃいいと思うよね。うん、とっても素敵ね。それじゃあ中に入りましょう。次は内装のコーディネートお願いね。病院に必要なのは待合室と診察室の2部屋よ。それぞれの部屋に必要な備品は、オーダーでチェックしてね。じゃあ作業が終わったら教えてちょうだい。あなたがどんな病院を作り上げるのか楽しみにしてる。あの奥が診察室ってことね。病院を作ろう。まあ、まずはこの待合室。いや、とりあえずさ、あれ？ん？とりあえず、これは必ずってことよね？いや、別にこれじゃなくてもいいんか、カウンターなら。いや、でも他にないな。他にないっすね。じゃ、近くにトイレ欲しくない？トイレ。あるやん、なんか、病院のね。待合室、ちょっと奥に。あと、ウォーターサーバーあるイメージめっちゃある。ね。マガジンラック。んで、シェフレラ。スチールのゴミ箱。ゴミ箱そんなイメージないな。体重測定器は中でいっか。コピー機も中かな。あとは、いや、受付カウンター。カウンターな、なんかまっすぐのとかが欲しいんやけど、それはないのか。ソファーどうしよう。でもソファー、これはなんか違うよね。家って感じがするんよね。ボックスソファーで色変えるか。空張り。エメラルド、ピンク、オレンジ、ネイビー、イエロー、マゼンタ、ホワイト、ブラック。どうかな？ピンク、オレンジ。なんか薄いイエローがいいんやけど。濃いな。いや、まあいっか。とりあえず、一旦これにしてみて。で、これを増やそう。どれぐらいいるかな？
とりあえずこれだけまず出していくね。んで、あとはテレビとかもいるよね。で、あれか、ちょっと大きめのモニターも欲しいよね。二つずつぐらいでいっか。で、こう。三つずつぐらいがいいんかな？いや、まあいいや。まあいいや、その辺は。一旦置いておいて、後からまたまとめて移動させよう。あれ、もう一個いるな。で、カウンターでさ、受付の人用の椅子もいるよね。なんか大体座ってない？まあ、カウンターで、この辺に一個置いておいて、後ろ。うんうん。んで、この辺りとかに置いとく？違うかな。しまって。え、どの辺だ？ちょっと一旦、間違えた。じゃあ一旦、避けまして、私が生きよった歯医者さんとかは、なんかあの、前に置いてあった。この辺とかでいっか。これはこっちかな。うん。受付に被るのはちょっとあれよね。んで、ちょっと真ん中通路開けたいけん。え、どの辺？この辺か？違う。ここはここで移動させて。めっちゃギリギリ。ちょっと待って、近いな。もっ、これは後ろすぎるか？いや、そんなもんでいっか。この二つはいらんかな。んで、ここを。なんか開けたいって思いよったけど、まあ、これでいっか。んで、これは後ろとかかな。この辺に置いとくか。違う。本の横とかでいっか。いやー、邪魔かな。やっぱこっちに置いとこう。んで、まあ、こんな感じで、受付のカウンターのとこって、何が置かれとんやっけ？わからん。奥やってこう、奥。あ、何？もうすでになんか置かれとるやん、ちゃんと。診察室。ふんふんふん。なるほど。で、ここのオーダー。患者の椅子。え？患者の椅子とドクターの椅子はどう区別できるんだい？あ、わからないんだが。あ、でもとりあえずなんかさ、横にさ、病院のベッドあるよね。モダンな病院ベッド。診察台。あ、ベッドっていうか診察台があるんか。なるほど、なるほど。うん、なんかこういう感じやなって思った。診察台か。オフィスキャビネットも。ああ、置けるだろう。ちょ、待って。こういう状態にしといて。診察台。あ、なんかこの辺に置いておいて。んで？薬品棚。二つぐらい出しとく。これなんか変えれる？アイボリー。あ、そういうこと。え、かわいい。ホワイト&ピンクかわいい。え、めっちゃかわいいんやけど、これにしよう。ジョイさんってことにするわ、私。ジョイさんが経営しよる、綺麗めの。あ、さっきのさ、待合室私、壁紙とかやってないな、全然。薬品棚ってどの辺にあるんやろ。え、全くわからない。どっち側だ？こっちなんかな？え？こういう感じか？薬品棚って置かれとるっけ？いや、もうなんか全くわからんな。
とりあえずこう置いて、置いて、こう、ちょっと出てきた。まあ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 。で、これが手術室の床。あ、なるほどね。まあでもこんな感じな気がする。うん、このまんまでいいやろ。で、ちょっと一旦、出て、こっちの壁紙と床は？あ、でもここも、これはこれでって感じやな。今ここになっとるのが、あ、また手術室の壁か。待合室はなんかもうちょっとなんか明るめで綺麗な感じ。ないかな。白いキュート、それは違うな。それは違うな。白いホール。イエローキルト、絶対違う。白い子、違うなぁ。あ、森の中の小さな病院とかこんな感じかもしれん。なんとなく、そういうイメージ。いやーでも、あれか、もう手術室の壁でいっか。床は今何？グリーンラバーの床。まあ、でもこういうイメージあるよね。このままでいいかなぁ。まあ、こんなものか？まあ、こんなもんって感じするな。あ。白衣。看護師。看護師さん。水色かわいい。ちょっと待って。受付に置いとこっかな。とりあえず受付に。受付って看護師さんがするんやっけ？違うよね。まあいいや。なんか同じような制服やったりするやろ。そんなジロジロ見たことないけんよくわからんわ。んで、ここに、あの、ドクターの、破れた白衣？破るなよ。何これ、おむつ？おむつ？看護師。まあ、白衣。ジョイさんってことで、ちょっと赤色にしとこう。どうしよっかな。んで、あと、まあ、お月のね、看護師さんが、この辺におって、椅子に座らせたい、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ椅子に座らせたい。まあ、患者の方はいっか。何これ、両鼻の詰め物。鼻血とかの？でも両方につけたらめちゃくちゃしんどいよ。息が。はい、こんな感じで OK でしょう。できた。進み具合はどうかしら？終わりました。それじゃあ次はここで働いてもらう方を決めましょうか。ドクターはね、私ジョイさんにしたいんだよ、ジョイさん。これ他のとこで働きよる子はさ、他のとこで働きよるって表示してほしいんやけど、ダブリオッケーな感じ？わからん。あ、でもなんか、あ、牧場さんよくない？牧場さん、なんか他で働きよった気がするけど。でもなんかすごい、優しい女医さんって感じがする。いいやん、いいやん。受付。受付は、なんか病院の受付。なあ、私が知っとるところはさ、結構なんか、まあ、でっかい病院じゃなくて小さめの病院の方やったらさ、なんかちょっと若干ギャルっぽい人多いような気がするんよね。そんな自由なんやってちょっと思ったけど。キャンディーちゃん。これで。OK! じゃあ、お医者さんたちをお呼びしてくるわね。と、その前に。この病院に名前をつけない？後で決めることもできるけど、もし考えがあるなら教えてちょうだい。じゃあ、あゆな病院で。どんな名前かしら？もう何でも自分の名前で侵食させていくけん。はい。あゆなね。いい名前じゃない。これで決定していいかしら。OK! これで名前も決定。イエーイ。
もう患者さんたちが来ているじゃないか。いいねいいね。え、ちょっと待って、受付の人なんかめっちゃ壁に向かって、どうした、病んでるのか。子供がそこで遊んでいてほしいな。ね、テレビつけてあげてよつけてあげてよ。あー、いいねいいね。診察室、その位置におるのは先生ではない気がするけど、まあね、邪魔よねあれ邪魔ですよね。かわいい。でもいい感じやね。そこの診察台にちょっと座っといていただきたいけど。お医者さんたちをお連れしたわよ。せっかくだし患者さんにもお声掛けしといたから。ふんふん、患者さんにお声掛けってなんだそれにしてもいい感じにできたじゃない。きっと写真映えするでしょうね。最後は外で記念撮影をするから、あなたの準備ができたら私に声をかけてちょうだい。あ、大丈夫です。どうしたの、記念撮影しましょう。じゃあ外に行きましょうか。よしよし。それではただいまよりアイラの記念撮影をします。イエーイ、ありがとうございます。アイラができたことによってこの地域の魅力がまた一つ増えました。病院までつけんといかんかった感じかこの先もどんな風になっていくのか、どうぞご期待ください。ではこのアイラのコーディネート担当者からも一言。素晴らしいです、ありがとうございます。では最後に皆さんで記念撮影をしましょう。んーと、あーいいね、めっちゃいいね。ちょっと待って、もう一回、もう一回お願いしていいですかね。あーいいねいいね、いい感じに撮れたと思うんだけど。アイラちゃん、この写真どうかしら。バッチリです、いい感じに、あのニコくんも飛んどるしそうよね、バッチリだと思うわ。これにて今回の記念撮影は終了です。皆さん気をつけてお帰りください。イエーイ、お疲れ様。アイラちゃんのおかげで立派な病院が完成したわね。これでバカンスに来られたお客様やここのスタッフが万が一体調を崩してもしっかり対応できて一安心だわ。だからってたくみさん、食べ過ぎには気をつけてくださいね。前回食べ過ぎやったんやっけあの時は心配かけてごめんね。もう大丈夫だから安心してちょうだい。さてと、今回もあなたの頑張りに応えなくちゃ。さあ、お給料の2万5000ポケを受け取って。あざす。さて、今日はもうおしまいにする、それとももう少し働いていく。終わります、一旦。わかったわ、ゆっくり休んでね。ふう、一気に観光客モード見た目がほい。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、ポキがね、ベルに両替できるようになったのはめちゃくちゃでかいよね。ちゃんと収入になるってことやもん。自分の島でも使える。